阪急西宮スタジアムはかつて兵庫県西宮市にあった阪急電鉄が所有していた多目的スタジアム。阪急神戸線西宮北口駅前にあった。通称及び旧名称は阪急西宮球場。日本初の2階建てスタンドと全面天然芝のグラウンドを持つ野球場としてシカゴのリグレイフィールドなど 当時の MLB の初球場を参考に設計された。当初の計画では、西宮北口駅の真上に建設して、ターミナルスタジアムとする計画であったが、同駅周辺には、阪神電鉄が保有する土地が点在していたため、用地買収がうまくいかず、代わりに周りは一面水田であった、大米フェアランド跡地である現在地で1936年冬に、寄港。 わずか5ヶ月の特幹工事で完成し、翌1937年5月に開場した。すぐ南の阪神甲子園球場に対抗して、作られた阪急西宮球場は、日本初の鉄産付き2階席のほか、当時としては、異例の接金椅子を備えた、内野席5万7千人収容の観覧席の、傾斜角度をどこから見ても本類に合わせるなど工夫され、その後長く、 勢い、見やすいというキャッチフレーズが使われた。また、浴場など選手用施設、記者室、郵便局、当時では珍しかった男女別トイレなど内部施設も充実しており、広い敷地と合わせて最新、最高の設備を備えた球場であった。設計は当時の阪急関連の建物の多くを担当した安倍美紀氏が手掛けている。 阪急電鉄が所有していたプロ野球チーム、阪急ブレーブスの本拠地として、阪急の主催試合が開催された。それ以外に、競輪場として、競輪開催、アメフトの試合、コンサートなど様々なイベントで使用されており、まさに多角経営の先駆けとなった野球場である。阪急電鉄が球団を譲渡したオリックスが、フランチャイズを移転した後の1991年に、 多目的スタジアムであることを評榜し、阪急西宮スタジアムへ解消。1949年までの1リーグ時代は、同じ西宮市内にある阪神甲子園球場とともに、関西のプロ野球工業の中心だったが、1950年の2リーグ分立以後は阪急が、パリーグ、甲子園を本拠地とする阪神タイガースがセリーグと、 それぞれ別のリーグに所属したことに加え、フランチャイズの影響もあって、西宮での公式戦は、阪急主催のパリーグの試合のみが行われる状態が続いた。前述のオリックスのフランチャイズ移転があった1991年に、甲子園を夏の高校野球に明け渡した阪神が2、リーグ分立から42年目にして、初めてセリーグの公式戦を行った。なお、 1996年にプロ野球の公式戦を最後に行ったのも阪神である。その後はアメフトと競輪開催が主となったが人工芝の劣化によりアメフト開催も減少し西宮競輪廃止が追い打ちとなり球場自体の老朽化と経営難から2002年末をもって閉鎖。2004年9月1日から2005年にかけて取り壊された。跡地には スタジアム敷地を含めた周辺再開発により2008年11月に大型複合商業施設、阪急西宮ガーデンズが開業した。ガーデンズ内の阪急西宮ギャラリーには1983年当時の本球場のジオラマ模型が展示されている。閉鎖、解体から長期間が経過したが、付近にある阪急今津南線の入出庫線と、 兵庫県道606号西宮と夜中線が交差する踏切の名称は、球場前踏切道であり、本球場の名残を留めている。ゴンドラ型になっておりに階席のすぐ下に位置する。一塁側から順に関西テレビ日本放送、RF ラジオ日本、毎日放送、NHK ラジオ大阪、朝日放送である。また、バックネット裏に、 放送局の札が下げられた座席群も存在していた。西宮球場のレフト側スタンドから見た、グランド前景、マイケル・ジャクソン、マドンナ、ボンジョビ、ヒューイ・ルイス・ザ・ニュース、デュラン・デュラン、クイーン、RC ・サクセション、サザン・オール・スターズ、オニャンコ・クラブ、グレー、ザ・イ・エロー・モンキー、グローブ、スマップ、渡辺美里、矢沢英吉、浜崎あゆみ、ゆず、 ピンクレディ等がコンサート時に使用したことがある。隣接するコマのゴルフ練習場の間から球場内の様子がうかがえる場所が存在し、そこからコンサートを覗く人も多かった。コンサート仕様としての最終仕様は2002年8月のスマップ。西宮スタジアム内で毎年5月頃に行われていた関西テレビ放送主催の日本でも有数のマーチングイベント。 西宮スタジアムの閉鎖に伴い、以降は大阪ドームで開催されている。当初は近隣の阪神地区の学校や団体が多かったが、後に関西一円からの小、中、高、大学の吹奏楽部や自衛隊の音楽隊等が出場するようになった。開始当初は春の吹奏楽という名称だったが、年々参加団体が増加し、1000人の吹奏楽、 2000人の水槽楽、3000人の水槽楽と名称が変更になり、現在に至る。兵庫県、大阪府の幼稚園児が集まり、一段で踊ったりする運動会的なイベント。この模様は主催の関西テレビで放映され、司会振興も同局のアナウンサーが務めた。西宮スタジアムの閉鎖に伴い、以降は大阪ドームにて開催。 2011年をもって36年間、通算35回にわたって行われたイベントが終了。1922年にファンへの感謝を込めて、西宮スタジアムで開催されるようになり、第18回目から10年ごとに開催されることになった。花組、月組、雪組、星組、中組、戦火、音楽学校の6組に分かれ、リレーや綱引き、 イストリゲームなどを繰り広げた。当初閉鎖後の2004年度は大阪城ホールで開催された。グラウンドに土を入れ、モトクロス城としてジャパンスーパークロスも行われた。近畿管区警察局主催、1957年から毎年夏に開催されていた。1年交代で兵庫県警察と大阪府警察の白バイ隊員による白バイを使ったアクロバット演技や、 音楽隊によるドリル演奏等を披露。阪神、淡路大震災を機に1995年以降、開催中止。1987年、お盆休みシリーズの開催を実現すれば、競輪史上初、公営競技全体でも1986年にナイター開催を開始した大井競馬場に次ぐ2番目となるナイター競争として開催することが計画された。 これは、通常野球などの試合に使う、ナイター照明灯6機を使って、通常よりも4時間以上発送時刻を遅らせて、第1競争を夕方の15時台、最終競争を20時台に行うというものだった。しかし、競輪ファンと会社帰りのサラリーマン、また夏休みということで行楽帰りの利用者とが混在すると混雑が懸念され、 ファンの確保が難しいことや警備上の問題などを理由に結局ナイター競争開催は実現には至らなかった。一方、1979年に開催された全日本プロ選手権自転車競技大会ではナイター開催が行われている。登場所有者である阪急電鉄は一方的に賃貸契約を解除されたとして兵庫県市長競輪事務組合を相手に当初、 調停を申し入れたが、同組合がこれに応じなかったため、2004年11月16日、同組合を構成していた19市一町の市長を相手取り、約27億6000万円の損害賠償訴訟を大阪地方裁判所に起こした。2007年4月27日、一審で阪急電鉄に対して5億8000万円の損害賠償支払いを命じた判決が下ったことから、 同組合構成主張が構想。二審の判決は2009年1月31日に下り、大阪高等裁判所は赤字による撤退はやむを得ない保証措置を講じる審議則上の義務はないとして、一審の判決を全面的に取り消す趣旨の判決を言い渡し、阪急電鉄の全面敗訴となった。その後、阪急電鉄側が上告を取り下げたため、 二審の判決をもって、当訴訟は確定した。かつて、阪急百貨店が経営していた、企業内教育施設。1957年、将来の優秀な社員を育成する目的で、設立された。入学者は全員、阪急少年音楽隊として吹奏楽活動を行い、学園を卒業後は阪急百貨店に就職することになっていた。 クリスマスの阪急グランドドームでのコンサート等の阪急百貨店の行事のほか各種イベント、ラジオ、コンサートに出演し、吹奏楽ファンのみならず一般客からも人気を博した。当初から長らく男子校だったが、1997年度から女子のみの入学となり、最晩年は女子校となった。それに伴い愛称も阪急少年音楽隊から、 阪急商業学園ウィンドバンドに変更になった。その後、阪急百貨店が学園運営から撤退し、2004年度からは高卒資格取得のための連携校だった公用大高等学校が水奏学コースを新設し、公用大高等学校ウィンドバンドとして継承され、2009年度からは同法人の早稲田節量高等学校に移管され、 バ稲ダ雪量高等学校エンドバンドとして再出発した。阪急西宮スタジアムの5、6階部分が校舎であり、よくスタジアム内で練習をしていた。阪急商業学園時代は音楽を主体にしていた学校であったため、規定により全日本吹奏楽コンクールに出場することができなかった。二千四年に紅葉大高等学校へ継承されてからは、高等学校部門として、 全日本水奏学コンクールに出場できるようになった。西宮スタジアムの敷地内の一部、スタジアム西南西角にコマスイミングスクールコマスポーツセンター、西宮コマゴルフ練習場が存在した。これらはいずれも新宿コマ劇場を経営していた、株式会社コマスタジアムの経営だった。スイミングスクールとスポーツセンターは、もともと、 ボーリングブームの最中に作られたボーリング場だったが、ブームが去った後に、ボーリング場を閉鎖、1977年4月オープンのスイミングスクール、同年7月オープンの西宮駒スポーツセンターに転用された。ボーリング場時代の建物をそのまま利用したため、非常に不思議な外見をしていた。これらは、スタジアム解体に合わせて2003年3月に平、閉場。 後に解体された。スイミングスクールとスポーツセンターは同じ建物内で行われており、特にスイミングスクールは近所の子供たちの多くが通っており、日井西宮店内にあったピープルとの生徒集めの競争化が起こっていた。西宮コマゴルフ練習場はそれらに先駆けて1973年にオープン。スポーツセンター南側に来客者用駐車場を挟んで、 その南に存在した。土日などは多く利用者があった。閉鎖された後解体作業が始まっている中、西宮に映画館を作ろうというスローガンのもと活動している団体シネギミックにより、ファイナルコマシネマと題し、西宮コマスイミングスクール内にて、1日のみ映画を上演した。ありがとうございます。